高松競輪場の開設65周年玉も杯走破戦が30日からスタートします。記念が、まあ、今年入って5本目になりますけれども、これまでの4本は、まあ、前回の稲垣選手を除けば深谷智弘、郡司浩平、原田健太郎と、まあ、いずれも20代の若い選手たちの、まあ、優勝という形で、なんかニュースターの登場、まあ、新しい風がこう吹き込んでるのかなという感じを受ける記念開催になってます。まあ、今回も若手機動型、まあ、他の自力型ですねがたっぷり集まってますので、こうした新しい風にこう流れをこう潮流を切らないようなこう新鋭たちの活躍というのが期待できそうです。今回はその中でも特選の10レースに、ポイントを当てて予想しました。はい、10レース S 級特選は、これ地区3つに分かれました。3分線ですね。まず4番の山田久典選手に、村上義弘、南修司と続いて近畿が3社、続いて、3番の小松崎大地に飯島紀之、朝倉義弘と東日本で、まあ、まとまる形ですね。これで3社。もう1個が畠聡、池田紀明の四国の2人に、小岩大輔、九州の小岩がついて、8番、1番、6番、で3社で合計3社の、3分線になりました。レースの主導権は、まあ、おおよそですね、ほぼレースの今までの流れだとか背景を見てますと、やっぱり京都山田久典が主導権を取りに行くのではないかという、まず予想筋道が立ちます。ですけど、まあ、その中で小松崎が今までやってきたことというのも、やっぱりこう相手が誰だろうととりあえずバック主導権を取りに行くというレースをやってきました。まあ、この2人の叩き合いというのが、まあ、大方の読みというか、もし、まあ、主導権取れないにしても足を使ってでも前へ出ようとするスタイルですよね。この両者の持ち味がそこにありますから、まあ、両者は足を早めにロスするのではないかと、そういう展開を予想しました。でそこで、今回予想したのは、まあ、両者の叩き合い、もしくは両者が足をロスしたところを畠聡がまくるという展開ですね。畠の前回は、松山、まあ、決勝2着ですけれども、まあ、連日動くところで動いている、足を使って中段を取るといった、まあ、位置取り基本のレースがしっかりできていたんですよね。そういう意味では今回山田が主導権を取ろうとも、もし小松崎が主導権を取ろうともしっかり中段は取れてると思うし、両者が叩き合いになればそれを早めに叩いてしまう、まくってしまえばいいという、まあ、いずれにしても自力が足を使った時点で展開が向いてくるのではないかという、そういう見立てでの、まあ四国コンビを立ててみました。しかも畠の場合は今回から新車ということで、まあ、セッティングも噛み合って練習でもバッチリというふうに、まあ、勝負どころで武器を投入してきたというのも強調材料というか評価を高くする理由なのかなというところで、早めに叩いてしまえば、まあ、山田の番手の村上だったり小松崎の番手の飯島だったりも仕事がしづらいところからまくってしまえばですね、コーナーかかる前でできてしまえば、まあ、池田との伸び比べなのかなというところで、そうなると畠の番手から抜け出す池田の軸ですね、車検的には8番をしたいですけども、やっぱり直線で池田、地元の池田がかわす寸前差しの、まあ、位置の頭、これが、狙い目になります。だ車検的には、まあ、1番の池田の頭から狙って、まあ、8番の畠、そして村上と飯島、ここは、まあ、自力選手の前残りですね、2番9番、そして、池田の3番手、池田の後ろにいる小岩まで入れると、まあ、2着には連下ですね、2番6番8番9番、あとは3着はちょっとこの実力、足をためた面々の実力が拮抗してますので、3着はもう総流し、1から、まあ、4点、2689の2着、そして3着は総流しという、車検、合計2800円のレースですね。これが10レースの予想になります。今回は10レースの予想をしましたけれども、まあ、11レースと12レースの特選もですね、浅井康太と深谷智弘、まあ、園田匠といった、まあ、S 班のメンバー、まあ、その他、まあ、息っぷりのいい自力型が、まあ、たくさん出て見どころあるレースになりそうです。一次予選の方も、若い新鋭たちの活躍が期待できそうで、まあ、初日から、まあいいレースがたくさん続くと思います。ぜひ高松競輪場の開設記念に注目してください。